熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンはチーム史上初となる天皇杯ベスト4進出を果たすなど、サポーターや熊本県民に勇気と感動を与えたチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。今回は甲田ちゃんがサポーターに今シーズンのロアッソ熊本についてインタビューをしました。今年のロアッソどうでしたか？負ける試合もあったけど、まあ、いい試合ロアッソを振り返ってみてどうですか？まあ、なかなか人選がなかなか勝ち進められなかったんですけど、もうそのとまだ別で天皇杯でいっぱい見たことない景色を見せてもらったんで、本当にまあ、管理もできたしで、個人的には、まあ、良かったかなと思ってます。主力選手の入れ替わりとかがめちゃくちゃあったので、すごく心配な中始まったシーズンで、まあ、怪我人が出てきたりとか、あと、道明君の活躍とかも、まあ、ですね、じわじわに育ってきたりとかあったので、まあ、どうにか残れたし、天皇杯でも夢見れたので、まあ、それはそれで良かったのかなというふうに。来年に向けてロアッソに期待することってありますか？冬季ロアッソとしての新たな戦い方が見れるんじゃないかなというふうに期待しています。来シーズンチームに期待することは何ですか？たくさん勝ってほしいです。そう、残留今回できたんで、J1 にまた目指して昇格に目指して頑張ってほしいなと思います。結構楽しませてもらったので、来年は何か掴んでほしいですね。はい、G2 残留できたんで、来年は J1 昇格するためにもっと応援頑張ろうと思います。来年は G2 優勝。せーの、ロアッソ頑張れ。ロアッソ頑張れ。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手やスタッフがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。今日はこの3人でトークをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回トークするのはスタッフの3人。高橋コーチは2006年から3年間熊本で選手として活躍していました。山本チーフトレーナーは怪我した選手のサポートをしています。増島コーチは選手のサポートなどチームを明るく活気づけています。スタッフとしてロアッソ熊本を支えている3人がトークするテーマはこちら。フランクで話せるような感じがいいかなっていう感じはちょっと接してますけどね。やっぱりトレーナーでこう、まあ、こうフランクな感じのがいるとやっぱり選手たちはよりどころじゃないけど、そういった部分は多分助かってると思うんですよね。厳しい一面出してるつもりなんですけど、周りがそういうさせないですよね。いじられるんで。豊さんがいじるもんね。山さんのことで一生懸命やってるのに、うん、リハビリ遠くでやってても結構いじってきますよね。いじるしボールぶつけてくるしね。欲しがってんすよね。俺らの関係性もね。チラチラ見てるもんね。どうしてもやっぱ大木さんとか、まあ、監督ヘッドコーチってなるとちょっとやっぱり選手と間が空いた方がいいと思うんですけど、まあ、アシスタントコーチとか、まあ、特にトレーナーとかは、まあ、より選手に近い形でもそっちの方が選手の生の声拾っていけるっていうこともあるんで、大木さんとかもちょっと話聞いてくれって言ったりすることもあるし、高橋さん結構選手のことね、いろいろ俺らも聞いてきてくれたりとかすごく気にかけてくれてるのはあるんで、まあ、なるべく生の情報を伝えようかなとは思ってますけど、いい塩梅ですよね、大木さんのこの厳しく接するところと、
あーそういう感じでいくんだっていう時とマジで絶妙な感じがなかなか、ね、できないことだと思うけど、うん、もういろいろやってるけどやっぱすげえなって本当に思うし、うん、朝みんなだいたい7時ぐらいに来てみんなで試合の振り返りしたりとかあのプレミアリーグとかそういう海外の試合とかの話ちょっとしながら、まあ、練習メニューを決めていくんですけど僕はチームが今2チーム目で藤枝にいて熊本に来てるんですけどすごいこうディスカッションが多いなと思って、まあ、ここはまあ大木さんが作ってくれる雰囲気だと思うあとはちょっとびっくりしたのは意外と大木さんトレーニングのメニューふわって伝えてくれるんであのマーカーどこに置いていいかわからないとかたまにあります僕もトップチームのコーチここで初めてなんですけどなんかイメージ的にもうコーチが全部準備して監督が遅れてきてこうドンってする感じかなってイメージがあったんですけど大木さんは一番早くグラウンドに出るんですよ。あ、そうですね。でこう下手したらこう練習の準備も全部大木さんが早く始めちゃう本当なんかもう早くサッカーしたいみたいな感じの早くグラウンド作って早く出てこいみたいな感じの1年目めっちゃ焦りましたもん全部置いてくれるから、うん、あやりますやりますって言ったらいやお前は違うことやれみたいな空いてるところあるだろうって言われたのがすごい印象的で本当サッカー大好きで終わった後もずっと走ってますもん。まだまだ続く本音トーク。そう韓国どうだったんですか。俺ら韓国行ってないからさあこいつちょっとリーダー格っぽいんだっていうようなやつとか出たよ俺。誰アユムとか。アユムとかそう、まあ、今までは、まあ、11分の1っていうふうに見えるけど、はいまあ、プレーも良かったし、はい、のもあったけどなんかちょっと風格があった、雰囲気があった。そうあとね大崎とか大崎もしかして面白いキャラクターじゃないですか。まあそうそうインスタとかでもなんか一発芸とかやってて面白い部分もあるけどプレーはプレーでちょっとなんか見てたかなっていうのいいね。だからなんか若い子は若い子で固まるとね、うん、俺がやんなきゃっていう自覚にひょっとしたら何人か出るのかな、うん、面白かった。いいあれだ、いいあれだったね。いい姿勢だと思いますよ。トレーニング前に豊さん練習があるじゃないですか。市田があーそうそう、まあ、しっかりやったりとかね。そうしだとかあの豊かとか、まあ、フォワードで、まあ、同じポジションなんでまあ結構1年、優勢に関しては2年間かな、ずっと朝30分前に出てきてシュート練習しましょうっつってこれやれあれやれって言われても、まあ、選手ってそれやっちゃうだけなんで、だ途中からは、まあ、お前のやりたいシュートやりなよって言って話をしてで、まあ、それに対してちょっとアドバイスを送ったりっていうところで選手たちも最初はやらされてるけど、まあ、途中からこう自らやるっていうような感じに変わってったんで、まあ、上手くなってるかなってないかは別としてそういったところはかなり成長したかなっていう。2年間で何が一番上手くなったんでしょうか。コーチに対してのね、返しが一番上手くなった。だそこもだから成長してる、人間的な成長で、まあ、人と話すことすごく大事だと思うんで。話はつきませんが、続きは次回。11月23日、JFA 第47回全日本 U12 サッカー選手権大会熊本大会の準決勝と決勝が、笑顔健康スタジアムにて行われました。今回はエンフレンテ熊本 U12 とメタドール熊本 U12 の準決勝の様子をお見せします。
後お互いチャンスを作りますが決め切ることができません。2対1でレタドール熊本 U12 が勝利し決勝戦へと進みました。優勝すれば初めての全国なので、逆転として全国の2位全国です。次回も引き続き大会の様子をお見せします。ここでロアッソ熊本からのお知らせです。12月10日日曜日お昼12時12分からサンロード新市街アーケードで2023ロアッソ熊本大ボーボー年祭が開催されます。写真撮影やサイン会、選手が参加するステージイベントなどを楽しめる催しが盛りだくさん。ぜひお越しください。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。そしてみんなのスーパープレーを大募集します。試合中のゴールシーンやリフティング動画などを番組内で紹介します。自分たちで撮影した動画であれば何でも OK。 番組で採用された方にはロアッソ熊本グッズをプレゼント。詳しくは旧 Twitter の X で。熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。